ダムに設けられた放水路の霊放流設備はダムや堰から水を放流するための設備である。余剰の水を放流する目的で設けられる放流設備は特に余水破棄と呼ばれる。また、洪水時においてダムの安全を確保する目的で設けられる放流設備は特に洪水破棄と呼ばれる。これ以外にもメンテナンスなどにおいて貯水池の水位を低下させるための放流設備や 河川の正常な機能を維持するための放流設備がある。停滞や貯水池に悪影響を及ぼすことなく、貯められた水を安全に放流することが求められる。特に、流路として想定されていない場所を流れることがないようにしなければならない。また、水面に標高差があることから流下する水は相応の運動エネルギーを得て下流部の川床や河しを侵食する恐れがある。 これを防ぐため必要に応じて、原成功が設けられる。停体の一部に放流機能を持たせる付属型、独立した設備を停体に隣接して設置する、隣接型、および停体から離れた場所に設置する分離型がある。水が停体上あるいは停体内を通過する付属型は、大規模なフィルダムには不適とされる。構造上の形式として、 停滞最上部から落水させる一般的な筒み町、腰流型、停滞中部や山腹から落水させるシュート型、トンネルを設けて迂回させるトンネル型に分類される。機能上の形式として、貯水池の水位調節や下流の流量調節を積極的に行う常用型と、計画値を超えるような洪水において、ダムの安全を確保するための非常用型に分類される。 グローリーホール貯水池から流入部、調節口、導流部、減生口、流出部を経て下流に導かれる。流入部水を貯水池から放流設備へ導くための設備であり、水路、取水湯、グローリーホール、トンネルなどが用いられる。調節口を放流する水量を調節するための設備であり、水が低滞上部を乗り越える構造を持つ腰流いただき、水面下に 断面積の小さい管を分岐させるオリフィス、水圧差を積極的に利用するサイフォンなどの形式が用いられる。構造自体によってある程度の水量調節が可能であるが必要に応じて積極的に水量を制御するゲートが設けられることもある。原生後放流された水の運動エネルギーを抑制するための設備であり、水流を停滞表面に沿わせて飛べ水現象を 利用する飛べ水式と水流を一旦風中に放出させる放水式に分けられ、放水式はさらにスキージャンプ式と自由落下式に分けられる。流出部水を下流に導くための設備であり、水路、トンネルなどが用いられる。ありがとうございます。